ウェストブルームフィールド軍区はアメリカ合衆国ミシュガン州オークランド郡にある軍区でデトロイト都市圏に入る町である。2010年の国勢調査によると人口は64,690人。ウェストブルームフィールドは CNN マネーの全米スモールシティ100では37位。また人口5万人以上の収入が多い町6位でもある。ウェストエーカーズエリアは キースロードとコマースロードにある非法人地域となっている。ウェストブルームフィールドの一話である。1833年4月22日にミシガン州オークランド郡、ブルームフィールド郡区は2つに分割され、西部をウェストブルームフィールドと呼んだ。この地域は1800年代を通してリンゴ果樹園が多く、事実、古城の島には果樹園が多くあり、湖をオーチャード湖、 島をアップル島と呼んだ。オークランド軍のレイクタウンと呼ばれ、中小規模の湖が数多く点在し、一番大きいキャスコは一部が町に属している。キャスコの近くのパインコにはゴルフ場があるほか、その西部にあるオーチャードレイクにもゴルフ場がある。オーチャードレイクはオーチャードレイク村に囲まれ、いくつかの小さい湖が点在する。オーチャードレイクロードは、 町中央を南北に通る経済の大動脈となっており、ウエストメープルロードに沿って、両サイドにショッピングセンターと複合施設があるほか、富裕層向けのブティックや高級レストランがある。1960年代にかけて人口が増加し、住民の多くがデトロイト郊外へと流入した。ブルームフィールドは、オークランド郡の中央南部、デトロイト市の10マイル北西にあり、東に、 ブルームフィールド郡区、南にファーミントンヒルズ、西にコマース郡区、北に4つのコミュニティなどである。ウェストブルームフィールド、オーチャードレーク、キーゴハーバー、シルバンレークの4つは大ウェストブルームとして知られる。アメリカ合衆国国政調査局によると、この郡区の総面積は31.2平方マイルで、うち27.3平方マイルは陸地。 水面は3.9平方マイル、または12.49%である。この町の学区は、ウェストブルームフィールド学区と、ウォーターホードスクールディストリクト、ファーミントンヒルズ学区、バーミングハム市学区、ポンティアック学区、ウォルドレーク学校区、ブルームフィールドヒルズ学区である。当地の高校は、ウェストブルームフィールド高校。 11種アカデミー・オブ・メトロポリタン・デトロイトとストリート、メリーズ・プリバラトリの3つである。ウェスト・ブルームフィールド私立図書館があり、1999年には、兵庫県の淡路市図書館が、姉妹施設となっている。2000年の国勢調査では、人口64,860人、世帯数23,414、家族数18,192、 人口密度1平方マイルあたり2374.3人。住宅数は24410あり、これは1平方マイルあたり893.6件で、ある。人種別統計は、白人84.25%、アフリカ系アメリカ人5.18%、アメリカ先住民族0.12%、アジア系アメリカ人7.81%、 太平洋、島民0.02%、その他の民族0.38%、2つ以上の民族に属すは2.25%である。ヒスパニック系、またはラテン系民族は1.40%であった。初体数23,414のうち37.0%が18歳以下の子供と同居しているほか、69.5%が 結婚し同居している。5.8%は独身女性で22.3%は単身世帯となっている。全所帯数の19.4%は個人で成り立っており、7.5%は65歳以上の人と同居している。平均所帯人数は2.74人で平均の家族人数は3.17人となっている。人口構成は 18歳以下は26.4%、18歳から24歳は5.2%、25歳から44歳は27.1%、45歳から64歳は27.9%、65歳以上は13.4%で、ある。中央値は40歳である。女性100名に対し、男性は96.8名。18歳以上では、 女性100名に対し男性は92.9名。2007年の推計によると、町の世帯収入の中央値は98,832ドル、家庭収入の中央値は113,191ドルで、ある。男性収入の中間値は74,557ドル、女性は45,339ドルであった。 一人当たり収入は44,885ドルであった。また、家庭の約1.6%、人口の2.7%が貧困線以下の収入であった。また、18歳以下の3.0%、65歳以上の2.6%も貧困線以下の収入であった。2010年の国勢調査では、人口は64,690人。 世帯数は24,411、18,040家族が住んでいる。人口密度は2,374.3平方マイル。住宅数は24,410で、人口密度は1平方マイルあたり893.6人で、ある。人種構成は、白人77.6%、アフリカ系アメリカ人11.4%。 アメリカ州の先住民族0.1%、アジア系8.4%、太平洋、諸島0.02%、その他0.4%、2つ以上の民族2.0%であった。ヒスパニック系、またはラテン系は1.60%であった。ウェストブルームフィールドはユダヤ系が多い。当地はデトロイト都市圏におけるユダヤ系拠点となっており、 フランケルジュ種イッシュアカデミーという学校のほかユダヤ系の地域高校があり、ミシガン州のユダヤ系歴史博物館がある。ウェストブルームフィールド軍区には1990年現在、多くのカルデアカトリックの人々が住んでいる。1989年には、ミシガン州コールディアンイラキー教会が、イスラエルの教会の近くのシェナンドオアゴルフクラブを購入し、 勢力拡大に対して地元株主からは反対もあった。ニューヨークタイムズのドロンピーレビンは反対しているのはユダヤ人であるかは明白ではない。しかしカルデアカトリックの人へ偏見を持っているのだろう。と表している。2004年までは米国最大のカルデア系文化センターがウェストブルームフィールドにあった。 2013年4月現在、日本人人口は1047人で、これはミシガン州で3番目に多い。ありがとうございます。